私が大統領に選出されれば、生活コストを引き下げ、経済的な安定を高めることを最優先にします。アメリカ大統領選の民主党候補、ハリス副大統領は、16日の集会で、経済政策を初めて発表し、住宅価格を引き下げたり、企業が食品を不当に値上げしないよう、取り締まりを強化したりすると訴えました。 物価高に苦しむ中間層を支える姿勢を鮮明にし支持を拡大する狙いです一方、共和党候補のトランプ前大統領は早速批判していますハリス氏が大統領を務めたら物価は100倍悪化するだろうより多くの現金と低い税金を望むならトランプに投票しよう 最新の世論調査では激戦州のアリゾナ州やノースカロナイダ州でハリス氏がトランプ氏をリードしていて他の激戦州でもハリス氏が追い上げています。